いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2015年式メルセデスベンツ GLA250 フォーマチックをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですが左右フロントドアエッジに傷トランクゲートに傷左リアドアハンドルに傷左フロントドアに傷 左 A ピラーに傷がございます走行距離約1万 7000km 走ったお車です外装色はカルサイトホワイトインテリアはハーフレザーシートが採用されておりますメルセデスとしてコンパクト SUV 市場への参入を図ったこちらのモデル SUV のワイルドなアウトドアイメージを払拭するようにメルセデスならではのゴージャスな印象がうまく融合し さまざまな走行シーンでご満足いただける1台となります。ヘッドライトにはキセノンが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。最高出力は211馬力を発揮します。アルミホイールは18インチアルミホイールが装備されております。続きまして、トランクスペースのご紹介です。 トランクの開閉は電動で行っていただけます。トランクスペースは十分な広さが確保されており、スーツケースを収納することが可能です。また、後部座席を倒すことで、長いお荷物も収納することができます。続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席、助手席、ともに使用感はなく、綺麗な状態です。 ステアリングは3本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されておりパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速をお楽しみいただけますまたアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので快適なクルージングをお楽しみいただけますナビゲーションに関しましては純正 HDD ナビゲーションが装備されておりバックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されておりますので安全に駐車していただくことが可能です シフトに関しては7速の 7GDCT が採用されておりますフロント両席にはシートヒーターを完備しており一年中快適なドライブをお楽しみいただけます続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しては目立った使用感はなく良好なコンディションを保っておりますその他にも安全機能のレーダーセーフティパッケージやパノラミックスライディングルーフを オプション装備にて装着しております。併せて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしません。今回は2015年式メルセデスベンツ GLA250 ホーマチックをご紹介させていただきました。安全機能のレーダーセーフティーパッケージはもちろん、後部座席まで広がるパノラミックスライディングルーフを装着した GLA250 ホーマチック。 コンパクト SUV に参入し、早くも不動の人気が出始めており、弊社でも人気の高い車種となっております。使い勝手の良いボディサイズに、パワフルさとゴージャスさをうまく融合させた新時代の SUV をぜひお楽しみください。お探しの方は、お早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。